なってから物価が上がり、名目賃金は上昇多少してるんですが物価に追いつかない。したがって実質賃金が低下し続け、国民は貧しくなってるという指摘に対して、総理はよく総雇用者所得でいいんだとおっしゃるんですが、私はそれは本当かと、それで本当にいいんですかというところを最後に議論させていただきたい。安倍内閣総理大臣。これはず、先ほどのですね、先ほどいくつかの中でこっそり書いてとか言ってましたのも、こっそり3倍、あれ別にこっそり3倍と言ってですね、我々含めてこっそりやったわけではなくて、これはまさに、もうすでに明らかになっているようにですね、厚生労働省内において、3倍の復元をしていたということでございまして、私たちがですね、全数調査をしなければいけないということは不正であるということを分かっていながらですね、それを分かっていながらそれをですね、ただ3倍にするなんてことはありえないじゃないですか。それそんなことはありえない、ありえない、そのありえないことをまるであったかの、あったかのごとくですね、ありえないことをあったかのごとくに修論してですね、この政権を批判するというのはどうかと思いますよ。それはそういう議論というのはということをまず申し